はい、こんにちは。この子猫です。今回は2022年に読んだ SF32 冊の中からおすすめベスト5を発表していきたいと思います。いやー、今年も SF をたくさん読みました。まあ、古典的に名作から、まあ、最新の現代 SF まで幅広く読みましたね。まあ、今回はその中から個人的にグッときた SF ベスト5を発表していきたいと思います。早速、第5位ですが、こちら。 銀河英雄伝説ですいや銀河英雄伝説を5位にしなければならない心苦しさ今年はどれだけ良い SF に出会ったんだって感じですよね銀河のほぼ全てを支配する銀河帝国 VS それに抗う自由惑星同盟の長きにわたる戦いを描いた本作「宇宙要塞」や「ビーム兵器」宇宙戦闘機が飛び交う様は、まあ、日本がね生み出した「スター・ウォーズ」 と言言っても過でではないですし、宇宙という圧倒的スケール上で描かれる軍略と剣謀術数そしてその盤面上で数多くの魅力的な登場人物が戦う様は宇宙版三国志といっても過言ではありません銀河帝国側の軍人ラインハルト・フォン・ローエングラムは、まあ、三国志の曹操っぽさがありますし自由惑星同盟側の参謀ヤン・ウェーリーはもうまんま孔明ですしね まあそんな宇宙曹操と宇宙孔明が、まあ、宇宙というね巨大スケールで戦ったら、まあ、面白くないわけがない。まあ次はね、どんな手が繰り広げられるんだ。まあ次はどんな策略が飛び出すんだ。と、先の展開が全く読めず、まあ全10巻。まあ終始ね、ワクワクドキドキしながら一気に読んでしまいました。まあエンターテインメント性の高い SF という意味では、まあ世界的にもかなり高レベルな作品なのではないかと思いますので、ぜひ、 銀河英雄伝説、読んでいただければと思います。さて、第5位から波乱の展開ですが、銀河英雄伝説を上回る、個人的第4位の SF は、こちら。星を継ぐものです。まあ、JP ホーガンの名作ハード SF ですね。まあ、ハード SF 好きなら一度は読むことをお勧めしたいです。ありそうでなかった、唯一無二のハード SF を味わわせてくれます。まあ、本作では、特段、 派手なことは分からないんです。まあ確かに冒頭はキャッチーです。月面で5万年前の人類の遺体が発見される。おおこれはどういう展開になるんだ。期待させてくるわけです。でもそこから派手なアクションがあるわけでもなし、宇宙人と戦争になるわけでもなし、タイムトラベルもワープも別に起きない。ただただ、なぜ 5万年前の人類の遺体が月で発見されたのか、その謎を解き明かすためだけに物語が紡がれるんです。そして、読者も主人公と同じ気持ちになって、その謎の解明に向き合い、楽しむことができる。まさにね、宇宙推理小説という新しいジャンルを切り開いた作品なのではないかと思います。いやー、この手のね、ジャンルのハード SF、もっと増やしてほしいなと思いました。まあ、似ているところで言うと、 ま、3対2の暗黒心理理論の謎解きの部分かもしれませんがね、もっと、ま、がっつり宇宙謎解き、宇宙推理を前面に押し出した SF があったら、ぜひ読んでみたいところですね。ご存知の方いたらコメント等で教えていただけると嬉しいです。ま、と、こんな感じで宇宙推理というね、唯一無二の楽しみ方ができる名作ハード SF ですので、ぜひ、星を継ぐもの、読んでいただければと思います。さて、 第3位ですが、これもすごかったですね。第3位は、オーラリーメーカーです。まあ、著者のね、ハルクレ・コイスさん。今、日本で最も熱いハード SF 作家だと思っています。まあ、ハルクレさんは、何といっても、サイエンスのレベルが高い。まあ、しかも、物理学ってだけでなく、まあ、生物学方面でも高い。まあ、よって、地球外知的生命体も、まあ、科学に則っ,ったレベルの高いものを作中に登場させられるんですよ。 これ、なかなかすごいんですね。まあ、どうしてもハード SF。物理学方面に寄りがちなんで、まあ、ワープとかパラレルワールドとかそういうのは上手に描かれるんですが、まあ、ことで、ね、地球外知的生命体に関しては、あまり細かいところを突っ込まれないように、まあ、曖昧に描かれがちなんですが、ハルクレさんの SF は、どっちも妥協してない。物理学的な方もちゃんと描くし、地球外知的生命体もちゃんと描く。 これがねできる SF 作家は、まあ、世界を見ましてもそんなにいないのではないかなと感じますそんなハルクレさんの魅力ががっつり詰まっているのがこのオーラリーメーカーもうほんといろんなね地球外知的生命体が出てくるんですね、まあ、我々と同じ、まあ、炭素と水でできている生命体からいわゆるまあデジタルの世界で生きる生命体、まあ、そしてさらには我々の想像を超える超巨大スケールの生命体 まあそれらをちゃんと曖昧な描写で妥協せず、まあその生態や体の仕組みまできっちり描いている。まあこれはね、ほんとすごいことだと思います。まあハルクレ・コイさん、まだ単行本はこのオーラリーメーカーとーチの獣2冊しか出ていませんが、まあ今後ね、確実に伸びてくる作家だと思いますので、ぜひね、2冊合わせて読んでいただければと思います。さあまあこれだけね、すごいハルクレさんのオーラリーメーカーを超える大、 2位ですが息吹ですま映、あ、画、ね、メッセージの原作者としてられるテッドチャン氏が17年ぶりに真を辞士で発刊した SF 短編集がこの息吹ですまあ、テッドチャン氏は個人的には今のところ世界最高の SF 短編作家だと思っていますまあ、SF って科学的な要素を強く打ち出しているハード SF と まあ現実とは違う世界を描くことで読む者の心に深い問いを投げかけてくるまあソフト SF の2タイプがあると思うんです。まあ、で、作家によってどちらの SF が得意かっていうのがあるんですが、テッドチャン氏はもう両方が最高レベルです。深い科学知識に基づいたハード SF の世界で読者の心を強く揺さぶるソフト SF を展開できるんです。 私がもう読んでいてどぎもを抜かれた短編が「不安は自由のめまい」という作品これ2022年ノーベル物理学賞を受賞したことでも話題の量子もつれの話です、まあ、量子もつれっていうとあまりに難解でかつね一般の人にとっては奇妙規定すぎて、まあ、エンタメ色がね強い SF ならともかく、まあ、ちゃんとしたハード SF に組み込むのは難しいんですが テッドチャンシーはそれを、ね、さらりとやっててのけてくる、まあ、しかもねそれを遠い未来の世界ではなく数十年後には実現できているかもっていう現実味のある世界に落とし込んだ上で我々の、ね、心に問いを投げかけるという、ね、ソフト SF 的な展開をちゃんとやってくれる、まあ、ハード SF とソフト SF の融合を、まあ、ここまで、ね、美しく高いレベルでやれるのは、まあ、テッドチャンシー以外にはいないと思います。 多少難易度は高いんですが、まあ、どの作品も実写映画化してもおかしくないくらいハイレベルな SF 短編を提供してくれる一冊。いぶき。読んでいただければと思います。さて、2022年、私が出会ったたくさんある SF のうち、これはすごい。というかやばいと思えた SF 第1位ですが、こちら。ディアスポラです。 グレック・イーガンの超超高難易度ハード SF です。まあ、正直、この本に出会うまでは、リュウジキンさんの3体が最も最新物理学を取り入れた SF だと思っていたんですが、このね、ディアスポラ、レベルが違いました。なんだこの驚異的な難易度はっていう感じです。まず、最新の量子力学とか、最新の宇宙論とかの知識は当たり前のように要求されます。そして、 ほぼ説明してくれません作品内に小槌理論と呼ばれる、まあ、人類がねワープする際に使用するオリジナルの物理学理論が出てくるんですがそのね理論の説明はもう我々が現代物理理学のの論を当然のように知っている前提で行われますたまにねグレック・イーガンが作中内でちょこっとだけね現代物理学を説明してくれる時があるんですが、まあ、それもねイーガンのこんなここの声。 仕方ない。このくらい説明しておいてやるか。本当はこれも説明したくないんだけど。というね、まあ、個々の声が聞こえてくるようで、まあ、軽くイラっとおきます。もう本当にね、すごいなと思ったのが、まあ、4次元世界とか5次元世界とか、多次元の説明。まあ、他のね、SF 作品だと、まあ、さらっとね、人類が4次元や5次元の世界に行けたりするわけですが、まあ、イーガンはね、そんなの許さないわけですよ。3次元の物質で構成されている人類が、 4次元世界に行ったらすぐ壊れるに決まってるだろうが、4次元世界に行くにはこうやって人類を作り変えないといけないんだよって言って、まあ、がっつりね、そういう描写を入れてくるんですね。うわぁ、この SF 作家。マジで物理学方面での妥協を1ミリも許さねえ。と軽く引きました。まあ、難易度がね、尋常じゃなく高いので、もう誰これとお勧めできる作品ではないんですが、まあ、ハード SF 好きであれば、 うわなんだこのやばい作品はと驚愕すること間違いなしの一冊。ディアスポラ。読んでいただければと思います。と、こんな感じで2022年に読んだ SF32 冊からおすすめの SF ベスト5を紹介させていただきました。まあ、どうでもね、SFC に名を残すレビューの作品かと思いますので、まあ、興味をね、持ったものから読んでいっていただけると嬉しいです。と、このようにこのチャンネルでは毎日1回、 読書に関する動画を投稿していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。